津波治は日本の男性漫画編集者。愛知県名古屋市出身。早稲田大学卒業。週刊ヤングジャンプ2代目編集長。ビジネスジャンプ初代編集長。トイレット博士の津波先生のモデルとして知られる。先祖代々より医者の家系であり9代前の先祖は杉田玄白とも面識があったという。おじは長崎大学医学部で形成外科として。 なお馳せるほどであり、喫水の医者の家系であった。母親は、岡山県の鏡の町の豪農の家系で6世紀から、大和朝廷が一目置く、たたら製鉄と薬師の秘宝が伝わった現在も続く、由緒正しき家柄。父親の先祖は、同県の小島の出身であり、材木屋と、塩田経営を行う合唱であったという。また父親は、 京都帝国大学経済学部を卒業するが、就職難に相倉式の市役所に勤めていた際に、先輩から誘われて、名古屋の市役所に勤めることになったという逸話があり、定年になるまで出世していった。両親が、岡山出身のため岡山に成果があり、それなりに、資産もあって裕福であったが敗戦後に、農地改革として、土地を没収され没落していったという。 1945年に先祖の地である岡山で疎開した際は当時1歳だったのにもかかわらず記憶が鮮明に残っているそうだ。子供の頃から父の友人がきっかけで漫画に興味を持ち、面白ブックを愛読書と式がつけばノートに落書きとして漫画ばかり描いているような少年であった。また運動会の際に騎馬戦で相手の馬にぶらつき8人総崩れとなり、 全治6ヶ月の複雑骨折を追い入院中に書いた彼の作文、手術の日は愛知県知事賞を獲得したという。市役所に勤めていたお役人気質な父とは喧嘩をすることもあり一度だけだが殴り合いにも発展した。これが唯一の父と喧嘩した時であった。高校時代は人間や動物学に興味があり一時期は、 アフリカのゴリラに餌をやるということも考えていた。ただし将来については完全に定まっておらず、小説家や医者なども頭にあった。最終的に進路については完全に自分の判断で決め高校を卒業時には、父の出身校である兄弟を受験するが点数が足りずに失敗する。早稲田大学教育学部、大阪外国語大学に合格し、 壮大に入学するが兄弟への夢を諦めきれず、浪人して中退。そして再び受験するが点数が足りずに落ちて、しまいやむを得ず、壮大に復学する。1964年の時であった。復学した際は、壮大の学園祭で、友人たちと共に、喫茶店を経営し、その利益は、数百万両を呼んだとされ、相模大の駅前で、 坪一 1>, 1万円で80坪を購入し家を建てようとするがそれは土地ブローカーによる詐欺であり大損をするそれが悔しかった津波は宅地建物取引し不動産鑑定士教員免許など結果として十数個の免許や資格を取っていった大学卒業後は物書きになりたいという意思で新聞社に入社しようとするが就職部から君は 壮大闘争の際に写真をバッチリ撮られてるからダメだよと反対に愛修英社への入社を決意する。右与曲折あり1968年に修英社に入社。縁あって子供の頃に馴染みのあった面白ブック改め少年ブックの編集を務める。1969年に修英社初の青年漫画雑誌ジョーカーに携わる。その後少年ジャンプ編集部に 移動、同士でトイレット博士、ハレンチ学園の担当を務める。1979年、週刊少年ジャンプの元編集長の中野祐介とともにヤングジャンプを立ち上げ、初代付加編集長として参加する。1983年に中野の後を継いだ編集長に就任し、1992年まで務める。その後、就営者の系列会社である。 白戦車に移動、ヤングアニマールの立ち上げに関わった。白戦車では常務取締役、顧問を務める。2009年の定年退職後は、フリーランスの作家として活動した。2014年8月7日、肺がんのため死去した。去年70、ありがとうございます。